写真拡大。2月も中旬に入り、オリックスの宮崎キャンプも実戦が増えてきた。野手では新助っ人のメネセスが紅白戦に出場している。新戦力がアピールする中、筆者の注目は来日3年目のマレーロだ。2年目の昨季は68試合で打率201、11本塁打、26打点。シーズン途中から加入した来日1年目に比べたら不振に陥った。そして今年チームは契約延長したが、同じ右打ちの内野手のメネセスを獲得した。ポジションを争うことは確実。それをマレーロも理解していた。今キャンプの第一クール中だった。いわゆる早出組と呼ばれ、全体練習前に個別でトレーニングする若手選手たちは早めに宿舎を出発する。トレーナーらは朝早く球場に向かうのだが、トレーナー陣が乗り込む車の中にはマレーロの姿もあった。一人、ストレッチなどで体をほぐし、マシンを使った打撃練習。準備だよ。早めに行って、準備をしていた。いいコンディションでできているよと説明した。向こう米国でも練習してきたし、打撃ケージを使ったフリー打撃もしてきた。何より今年もこのチームに帰ってこられて嬉しいよ。ランチタイムを使った打撃練習を見ても仕上がり具合がよくわかる。ネット越しにチェックしていた他球団のスコアラーもマレーロが一番状態がいい。メネセスが入って競争している。これが一番怖い。火のついた外国人ほど手がつけられないものはないと警戒した。今年は来日3年目。昨年が不振だっただけに、マレーロ自身も期するものがあるはず。ちなみに筆者はオリックス担当2年目。3年目の意気込みを聞くと、私の方が先輩だなと笑った。そして口には出さないけど、自分の中では理想の選手像はある。本塁打だけでなくアベレージも残せるようにしたいんだと力を込めた。助っ人陣の競争も激しい。誰がスタメンに名を連ねるのか。メネセスに火花バチバチの